SIB 型使い SIB は、アメリカ合衆国のアポロ計画で使用された、サターン IB 型ロケットの第一弾ロケットである。本体は9機の燃料タンク、8枚の翼、水力支持装置、8機の H-1 ロケットエンジン、その他の多数の部品から構成されている。機体は、中央の液体酸素を搭載する、ジュピターロケット用のタンクの周囲を、8機の レッドストーン用のタンクが取り囲む形になっている。エンジンのうち中央の4機は固定され、ジンバル機構を備えた周囲の4機が飛行を制御する。サターン I 及びサターン IBOH-1 ロケットエンジン証言 H-1 は1機が90.6トンの水力を発生するロケットエンジンで、デルタロケットやジュピターロケットの第一弾にも使われていた。 元々はナバホミサイルに使用されていたもので SIB に流用するため部品を簡素化し性能を向上させた。水力は後には92.9トンにまで高められた。またこの H-1 を基礎にしてサターン V 型ロケットで使用されている k -1 ロケットエンジンが開発された。ありがとうございます。